加藤純一が結婚できた理由とは、僕は慶応義塾大学薬学部出身の無職ですが、加藤純一がなぜ人気なのか分かりません。コムドットみたいにイケメンでもなく、クイズノックさんみたいに高学歴でもなく、VTuber みたいに巨乳でもないのに、なぜこんなあんなおっさんが結婚できて、数億円のスパチャが飛んでくるのか分かりません。ひろゆきさんが思う加藤純一さんが結婚できた理由を教えてください。よろしくお願いします。まず VTuber みたいに巨乳でもないのにって、あれ、絵ですよ。いくらでもちょっと、胸を大きく書けばいいだけなので、なんかこの文章の中にそれが入ってくる時点でちょっと面白いなと思ったんですけど、加藤純一さんの良さはテンションが高いので見てていつも楽しそうっていうのと、あと生放送とかの放送時間が長いことです。結局長時間見続けるとその人に対して親近感って湧いてしまう生き物なんですよ、人間は大体。なのでYouTuber の人とかって、じゃあ1動画でもやっぱり10分とかで終わっちゃうんですけど、その生配信系の人たちって、その1日2時間とかその人を見続けて、その人の話を聞いたりするので、割とその友達のような感覚になっちゃうんですよね。で、今までそのスーパーチャットを加藤純一さんは一切やってなかったんですけど、じゃあ結婚式の時だけやりますよっていうから、じゃあご祝儀で友達のご祝儀なんだから、別に1000円とか2000円とか払うの当然だよねとか、まあこれはノリだからもう1回だけだし、じゃあ5万円出しちゃうぜみたいな人がいるので、総額2億円ぐらいいったんだっけな、スーパーチャット。なので、それはなんか、友達ってなんで魅力があるから友達なのっていうのって、例えば別に小学校の友達とかって、飛び抜けた魅力はないわけじゃないですか。たまたま同じ地域にいて一緒に育ったから、まあいろんな同じようなものを見て同じような話をして仲がいい、それだけで、別になんかなぜこの人と友達なのって言って、なんか勉強ができるからとか顔がいいからとかって基本ないんですよ。なので生主系の人がなんで人気があるかっていうと、長時間ユーザーと接触したからっていう、単純接触時間が長いっていう、そこだと思います。あ、そう、加藤純一さん結婚なんですよね。おめでとうございます。はい。いやー、でもタイプの人は、ね、結婚長続きするのかよくわかんないですよね。生主って基本的にはその頭おかしな人ばっかりなんで、あんまりなんか結婚的なものがなんか長続きするイメージがないんですよね。なんかすぐ付き合ったり別れたりとかするじゃないですか。まあでも加藤純一さんの場合はなんか付き合って別れてみたいなのをなんかプライベートを垂れ流すタイプではない気がするので、そういう意味では長くするかもしれないですけど、なんか付き合ったよ別れたよとかっていうのをなんか生主的にその報告するようなタイプの人っていうのは大体長続きしないというイメージで僕はいます。はい。ハトすごい。まあハト餌あげるから言っときますよね。その加藤なんちゃらさんっていう別名うんこちゃんっていう人がいて、アンチとかってどうなみたいな話を前したことあるんですけど、普通って、無関心なんですよ。例えばじゃあ僕がなんか YouTube やってますとか、じゃあ Twitter でやってますとかで、で、別に僕に興味がない人って無関心なんですよ。そのアンチの人って、むしろ無関心とかより僕に対して興味がある人なんですよね。そのうんこちゃんが言ってたのは、まあ普通だったら全然興味がないはずなのに、なんかうんこちゃんがこんなことしたよとか、うんこちゃんがこういう発言をしたとかっていうのを切り取って動画を上げる人たちとかって、それうんこちゃんのこと超好きじゃんみたいな話で、なんでそのアンチっていうのは実はファンの裏返しであると。本当にどうでもいいと思ったら見もしないし興味もないんだけど、その人に対して時間を使おうっていうのはある種の行為、まあ行為というか興味がないと成立しないので、なのでそのアンチっていうのもある種のファンだよみたいなこと言ってて、で、なんか割とうんこちゃんっておかしなことばっかり言ってるんですけど、それは正しいなと思って、なんか若いのに割と悟ってんなと思ったことなんですけど、っていうのがあるので、アンチもある種のそのファンなので、ちゃんと優しく扱えばいいんじゃないかなと思います。だってほら、うんこちゃんもさ、別に絡みたくないおかしなやつとかもさ、仕事で一応絡んだりするわけじゃん。まあ一応そうですね。っていう感じでビジネスとしてやってます。これは衣装ですって割り切りは、あ、それはそれでありだな。あ、僕でも対象が全員男の子なんで、服のこととかはマジで本当に言われないです、ね。でも女の子ファン増やした方が安定するよ。男の子のファンってすぐ逃げるから。いや、ひろきさん違うんですよ、はいはい。やっぱ男のファンって嫌いになっても悪口言いに来るんですよ。女の子って嫌いになったら他の男見つけません？そうだね、そうだね。だから僕結構今でもね、確かにね。そう、結構ね、視聴者数多いんですけど、そういうやつらも逃がさない。だって絶対、そうかそうか、同じ人のことをずっと好きでい続けることって相当難しいんですね。確かに。嫌いになっても引き止めるためには同性なんですよ。ああ、確かに。男の人って嫌いな人わざわざ見に行って持ってるよね。確かに女性やんないもんね。そう、大事な戦力なんですよ僕は。いろいろ、ね、っていうのがニコ生にいるコアなこの人たちのね。でも結構ね好意的な目で見てくれてますけどみんな、はい。でじゃあ今ニコ生でコメントしてる人はうんこちゃん嫌いな人も結構いるの？もちろんいます。ちょっとうんこちゃん嫌いな人どれぐらいいるか、じゃあアンケートとか、あと YouTube もうんこちゃん嫌いな人ちょっと上げてもらえると。いやでも結構まあねいるじゃないですか。はいはいはい。あ、いるね。そうそうそう、いるんですよ。
好きな人もいれば嫌いな人もいるじゃないですか。これ好きだけになっちゃったらやっぱそうなんだ、この俺のこと嫌いな層がいなくなっちゃったら視聴者減って、だってヒカキンファンはヒカキンファンしか見ないじゃん。でもあれで300万人とかいくわけじゃん。まあまあね、それはでも先駆者の特権ですよ。やっぱお子様に見てもらうっていうのは強いんじゃないですか。嫌いじゃないっていうか俺は認めてます、すごい、はいはい、彼はナンバーワンだと思うから、うん、それはね、その、まあ、ビジネスでやってるわけだから、うん、大人がアンパンマン見てるやつダサいよなって言ったら言ってることはダサくないですか、はいはいはい、そういう視点で彼はそういうね、じゃあちゃんとビジネス視点持ってるんだったら、いや持ってます、持ってます、おしゃれな格好してもいいじゃん。いやでもね、男ってね、おしゃれな男をあんまり認めない。いやだからそのさ、あのバリバリブランドだと微妙だけど、別になんか小ざっぱりとしたおしゃれだったらさ、うん、別にあの金使ってる感なく女性ファンつけられるわけじゃん。なるほどね。でもさすがに冬に T シャツ1枚はないよこれ室内だからいいと思うんですけど、でもさ、あの君の名はそこそこ面白いけどさ、千と千尋ってそんなに面白くないよね。物焼き姫の方が面白いですね、うん、あれ千と千尋めちゃくちゃ面白いって人見たことないんだけどさ。いや面白い、どこら辺が？いやなんかやっぱ幻想的じゃないですか、うん、僕あれ行きましたもん、その現地っていうか台湾のなんかの山の上まで行きましたよ。私も行った。あれでしょ、なんかさ、そうやってさ売れてる映画を批判する俺かっけーっていう、まだちょっとひろゆきさんそういうとこあるんだよ、まだ幼いとこあるんだよねだから現に日本人がそんだけ見てて認められてるんだからやっぱ面白いんですよ。さ現地に行ったら分かったけど、どこが面白いの映画。いやだからさ、感覚的な問題ですよ、感覚で好きなんだ。あ、だから説明はできない。何なんだよ、なんだよ。じゃあひろゆきさんどこが嫌いなんですか、教えてくださいよ。面白くないの。だから何が面白くないの。だからどこら辺が面白いか分かんないから面白くない。もののけ姫とかさ、割とテーマがあって、でなんか見たことない世界があって、はい、でそのなんか生きるとは何かとかさ、自然とこう科学の対立みたいなのあるわけじゃん。ありますね。千と千尋って何があるの。千のなんかほら、親が動物になってさ、はい、でなんかよくわかんないとこ行って助かりましたっていうだけでさ、なんか何も解決してないし何も残らないじゃん、はい、なんかその映画を見たことで知識とか考え方が変わったりみたいな、そういうのが全然手に入らない気がして。いやひろゆきさん違いますよ。ヒヨコを見て、あ可愛いなって思うじゃないですか、ヒヨコとかちっちゃい動物見て、うん、で千と千尋見て、あ千がこうやって成長してっていいなって、もうそれだけですよ。どういう成長したの。いや人間として成長するじゃないですか、そこが。例えば。いやだから最初はね、あんな弱くて仕事ができなかったやつがどん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 上り詰めていくわけですよ。だからひろゆきさんはね、ちょっとね、そういうね人間的な感情が欠落してるんだ。だから公式だからってクリーンが目指してるんですか、加藤さん。いやなんかね、あのナウシカとかのが全然面白いんだけど、興行成績低いんだよね。あナウシカ面白い。だからなんかあの興行成績って本当に映画が面白いかどうかって実はあんまり関係なくて、広報予算だったりとか、その世間で他に面白い映画がその時期になかったかどうかとか、そっちの方が重要な気がするんだよね。だからあんまりそこ重視してもなって気がしてるんだけど。あ、何このなんか不運動でもいいんだけど。どうすればひろゆきさんと遊びますか？じゃんけんぽい。